指で。あ、上手。あんまない欲しいから何してほしいから。でかい普通にいいカサゴ。平均このサイズですか。いや、大きいものなんじゃないですか。わー、楽しみ。これぐらいが平均ってイメージです。確かに、そいつカサゴ、唐揚げにして美味しそうな。うん、黒いっすね。日焼けしてますね。日焼けしてる。バリバリヒサロ通ってる。作んなきゃダメだな、今日は。ね、蔵飲みってするんだよ。酒の呼吸で。酒の呼吸使っちゃう。酒柱。酒柱。腹減りました。やれた。腹減りました。大将。腹減りましたよね。お腹ペコペコで壊す。あれ、俺のゴールゼロだ。これか。はいはい。頭は何か食えるんですか。どうしようかね、頭。カサゴちょっと硬いかな。唐揚げできなくないけど。そこまでいけるんですすげえ
じゃあ、煮付けでも食べれないですか。煮付けに入れちゃえばいいんじゃない。煮付けに入れちゃえばいいんじゃない。煮栄えが悪くなっちゃうのか。早いね。うん。あ、粗汁にします？あ、粗汁しようか。いいっすね。味噌、味噌、味噌あります。ありますよ。ガス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 。16ビート刻んで。刻むでしょ。ベラは唐揚げにしましょう。あ、はい。ベラはもう粗汁いいか。出汁出るんですか。いや、もう出ないかな。やめとこうか。まさかキャンプ場で寿司が食えるとは。だいぶ水出ましたね。そうですね。やるかやらないかで全然違うんですよ。身がうるせえ。うまそう。並べてあるだけなのに。さすがに硬いね。さっきまで泳いでたから寝かせないとやっぱりカチカチですか。めっちゃうまいね。マスクにちょっとつけて、うん、ビールですね。ビールですね。すげえ。さっきまで生きてたってのが分かる。生わさび最高だね。生わさび日本酒飲めるの。本当にそう。うわ、うまっ。やばいね。わさびうまっ、ね、いっぱい道具を持ってきてゴリゴリの料理するのすごいいいですね。頑張りつつある。こんなとこまでトロッコでね。ドンキーコングかっつって。確かに確かに確かに。美味しいの食いたいですよね。薄口醤油が想像以上に美味しかったからな、この前。そう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 。片栗粉だけでいいんですか。片栗粉だけで。この前も片栗粉でした。この前だよね、片栗粉なくて。ああ、だから薄力粉だった。そう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 。だからちょっとねさっくり感が出なかった食感が。わお、いきますよ。いっちゃいますよ。はい。どうですか、こんなの逃げで食べても。臭い。指で。もしちょっと身が生きてるから味が入りにくいから、もし味がちょっと薄いなと思ったら塩ちょっとお好みでかけてもらったら
絶対美味しいから。あ、寝かせないと味が入りづらいですね。そう、身がねやっぱ生きてる、ブリブリだと味がちょっと入りづらいです。さあ、2個ずつ食べてみましょうか。エラとカサゴいるからね。すごい大きいですね。大きいですね。食べ応えありますよ。あれ見事なかったわ。前にテントあった方がいいんじゃない。逆に、すごい筋肉質、筋肉質って言うんですかね。筋肉質ですよね。めっちゃ朝活してますよこいつは。最後のビールです。じゃあ次からジャパネーソウルウォーターになるわけですね。付けができました。さっきまで泳いでたからね。こちらですね、なんか視聴者さんからいただいたお酒で、佐賀県の、お酒、めちゃくちゃいいお酒じゃん、ね、純米大吟醸天山と三つ竹。すごいね、かっこいいね。ちょっとコップあります？ありますよ、あ、いっぱい入るやつ。欲張りだな。かわいい。めちゃめちゃどうぞ。いっぱい入るやつ。三つ竹を。ありがとうございます。マジで美味しい料理ありがとうございます。いや、とんでもない。ありがとうございます。じゃあ、いただきましょう。いただきましょう。いただきます。いただきます。すごい、いい色。いい香り。おお、好きなやつだ、これはすごいな。純米大吟醸なのこんなに味がするんだよ、ね、甘うま純米、めちゃめちゃすごい、すごい。行きましょう、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 行ってください、行ってください、いただきます。じゃあ本当ありがとうね。とんでもない。うわ、ビビューナルがいいね。いいっすね。すいません、いただきます。よし、ちょっと待って、やっちゃってる、みっちゃん。みっちゃん、どうしたどうした、最高っす。すごいですか、うん、ちょっと一番想像以上うまい。キャマンとこすごいぞ。いただきます。うん、うまっ。想像以上にうまいぞこれは。行きましょう、みっちゃんに。ありがとうございます。いやー、こんなとこで寿司食えるなんて。本当っすね、怖いね。楽しみ。
シャリ少なめが好きですよね。お客さん。何が起きているんですか、その手の中で。あのご飯の中に空気を入れてるんですね。空気を入れることでほろっとするわけですよ。腹減ってきた。何回目の。いいですか、ちょっと握りたていただいても。握りたていっちゃいます。いっちゃってください、いっちゃってください。いただきます。いっぱい増えてるでしょ。あ、ちっちゃい。ちょっとちっちゃめにしてるから。かわいい。お。いい顔してんな。嬉しすぎるわ。やばいぞ。食べてみ。食べていい、うん、どうぞどうぞ。いただきます。おーい、ありがとうちゃん。マジで言ってます。素材がいいからね。うーん。やばいよね。うまっ。すごい、キャンプ寿司だ。キャンプ寿司だよ。ドリンクティー。いや、食べてください。乾杯しましょう。乾杯しましょう。ちょっと待ってくれ、レアなやつ。そう。え、うまっ。乾杯しましょう。行きましょう。いいですか、こんな贅沢して。うっちゃん、ありがとうね。よし。いっぱい入るね、みっちゃん。いっぱい入るよ。いっぱい入れるね。大容量いっぱい入れるね。増量感。お疲れ様でした。お疲れ様です。本当にありがとう。とんでもない。あ、香りすごい。おーほほ。あ、うん、うまい。いいぞ。本当にありがとう。マジから素材がもういいから。うん、いや、うまっ。